川野江駅は、愛媛県四国中央市川野江町にある四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は Y22。駅表示パネルのコメントは、街中すっぽり上野駅。愛媛県内にある駅では最東端に位置しており、予算線は、隣の美浦駅との間にある鳥越トンネルで、香川県との県境をまたぐ、ホーム島式一面2線ホームの地上駅。 線路配置は一線スルーとなっており、一番線が上下本線、二番線が上下副本線となっている。なお、交換列車がないときは、列車種別や方面に関係なく一番線に入線する。交換列車があるときは、特急同士、普通同士の場合は一番線に上り列車、二番線に下り列車がそれぞれ入線する。 特急と普通の場合は方面に関係なく一番線に特急、二番線に普通がそれぞれ入線する。このほか、整備車両留置用の引っ込め線が数本設置されており、以前は川の江戸まりの普通列車の留置に使用されていた。駅舎は1983年に改築された鉄筋コンクリート造り2階建てである。1日平均の乗車人員は以下の通りである。 駅前商店街瀬戸内運輸の七電、新浜、川野営業所方面への路線が発着している。七電域はかつては土産線川池田駅まで運行されていたが、七電から同駅までは2010年4月をもって廃止された。なお、この路線は2001年3月末まで JR 四国も運行していたことから、撤退後の2007年時点でも、 バス乗り場の屋根に JR 四国バス乗り場という表示が残っていた。ありがとうございます。